はい、皆さんこんにちは、渡辺隆史です。今回はギレンの野望ジオン独立戦争記、まだ見れていないムービー31番と34番を見ていこうということで、見るための条件になっているエルラン中将の忠誠値80以上と、あとホワイトベース隊が、解散ないし全滅済みという条件をね、満たしてプレーを続けてきたんですが、なぜかやっぱり31番と34番が開かないんですよね。ちょっと何がいけなかったのか、全く今のところ思い当たるところがなくて困っているんですが、とはいえもうここまでプレーは進めてきましたので、続きはやっていきたいと思います。はい、ではムービーがちょっと見れていないんですが、ここまでせっかく進めてきたので、このまま最後までいきたいと思います。まず攻略作戦ですね。キリマンジャロの攻略作戦発動していきましょう。オデッサ、マドラス、ジャブロー、3拠点から合計4つの部隊を出していきたいと思います。本当だったらね、ムービーも見れて、なおかつ攻略も進められると、一番良かったかなと思うんですけどね。ムービー31番、34番もですけども、この2つが開けられていない理由、原因についてはですね、ぜひちょっと皆さんからも、コメントなり何なりで教えていただいたり、考察していただいたり、していただけると非常にありがたいなというふうに思います。では早速部隊を動かしていきましょう。一番遠いのはおそらくジャブローだと思うんで、ジャブローのレベル将軍の部隊ですね。ここは、アムロをはじめニュータイプ部隊になってますので、これをまず投入していきます。キリマンジャロに部隊が到着しました。ではキリマンジャロに部隊作戦の指示をお願いします。レベル将軍の配下にはアムロもいたりしますので、ここは一気にですね、包囲殲滅戦へと、持ち込んでいきたいと思います。攻略戦を開始します。策略を実行します。敵もやっぱりかなり数が多そうです。モビルスーツも多いですね。パッと見ドムなんかもいるように見えるんですが、数はこちらの方が有利だと思いますので、もうこのまま前期突入していきます。水力療養タイプも、数は多くないですが用意してありますので、これも使っていきたいと思います。敵の部隊数93というのは予想以上に多いですね。ただここはひるまずに、突入していきましょう。では敵基地中心部に接近しました。ここから本格的な戦闘に入っていきます。数は少ないですが、いわゆるマリンザク仲間配備されていたこのオデッサ、キリマンジャロですね。あと、まだ戦闘はしていないんですけども、アプサラスもいたように見えます。これらには要注意ですね。有利には進めてますが、さすがに数がむちゃくちゃ多いですね。なので、時間は多少かかるかなとは思うんですが、それでも確実に敵戦力を削ってきてるので、このまま、プロトガンダムがやられた。エースが持ってたのはきっとね、今ね、敵軍の方は、確実に敵を打ち減らしていきましょう。できればやっぱりプロトガンダムとかね、もちろんガンダムもそうなんですけども、高コスト機は落とされないようにしていきたかったんですが、初めてだと思うんですけども、プロトガンダム1機ロストしましたね。ここにランバラルがいますね。あのランバラルは専用のグーにおそらく乗ってるんだと思います。マチルダさんが
ランバラールに落とされましたね。私は将軍なのだ。ランバラールは負けるはずがない。エルラン中将が仕留めました。では最後に残った敵ユニット、これを撃破して勘違いするんじゃねえ、このキリマンジャロ攻略完了ですね。で損害は 10% 未満だと思うので、敵基地の制圧に成功しました。かなり軽微な損害でキリマンジャロ落とせましたね。はい、ではキリマンジャロ攻略したので、残る、地上の敵拠点はキャリフォルニアだけになりましたね。でここに今度は部隊を送っていきたいと思いますが、その様子は次回、プレイをしていきたいと思います。